こんばんは、入山亜希子です。10月22日木曜日、入山亜希子のつれづれ日記。今日は朝早起きをして、今日までに済ませておきたい用事をいくつか済ませながらバタバタしておりました。そんな中、ご近所の講演会の方には助けていただき、発送物を用意いただきました。明日10月23日の朝刊日刊スポーツで入山亜希子の記事が掲載される予定になっています。どうぞ皆様、お手に取ってご覧いただきたいと思います。先日取材を受けた時に、自分の今のありったけの思いを話し、それをしっかりと受け止めてくださった笹森さんがどのような記事を書かれたか、私も楽しみにしています。いつもいろいろなことに真摯に向かわれる笹森さん、今回も記事を楽しみにしているところです。関東、東京、そして関西、大阪のエリアの記事となるようです。そしてプラチナ会員の皆様には、これから新聞をプレゼントでお送りしたいと思っています。少々お待ちください。腸のことを気にかけながら今日は出かけてきました。飛べない腸、それでも必死に生きています。命ある限り元気でいてほしいと願いつつ、また明日も皆様とも元気にお会いしたいと思います。それではおやすみなさい。